何でございますでしょうか。共同通信の鶴留と申します。同じく万博関係で、先日来の一部報道であった防災計画の関係で伺いたいんですけれども、備蓄食料を、今いくらか協会さんの方で検討されている中で、都市に対しても備蓄食料ですね、備蓄品のその上積みというのを予防されている状況だと思います。で会場内の対策というのはその基本的には万博協会さんが行うものだとは思うんですけれども、避難の過程で会場外に出た方、それはやっぱり大阪府市にとっての避難者、災害被災者ということになると思うんですけれども、このあたりその受け渡しですとか、あるいはその府市としてのその対策で上積み必要な部分っていうのはどういうご認識でおられるのか伺いますでしょうか。まず今具体的に実務者レベルでですね、この備蓄をどうするのかということを今詰めている最中だというふうに聞いています。もしこの大阪府市に協力要請があれば、それは僕は一緒にやっていく話ですから、前向きに協力できるところをどんどん協力していこうというふうに考えています。今ちょっと実務者協議を積み上げている最中だと聞いていますし、ちょっとまだ僕のところにはまだ上がっていけないという現状です。ただこれは府市万博協会に協力して進めていくものですし、当然万博会場、もし大規模災害があった時には万博会場の中に多くの人がいらっしゃるわけで、それは大阪府民も日本国民の皆さんも多くいらっしゃるわけですから、そこは我々がきちんと対応するようにですね、できるように当事者意識を持って進めていくのが当然だと思っています。ですのでただまだちょっと具体的には備蓄関係の実務の協議中やということで、上がってくればしっかりと対応していきます。ありがとうございます。基本的には協力をするのは当然だと思っています。